チャオ、あっちゃんです。今日はレンタルあっちゃん企画で、あすかちゃんとあすかちゃんのご家族さんとスタミナ太郎に連れてきてもらいました。ということでね、今からお肉とかいろいろ取りに行きましょう。なんかいろいろと好きなものを取って、あっちゃんはね、なんかこの中に、お、チーズがある。なんだこれ、包みスパゲッティ作るとか、いろんなのができる。すごいすごい。サラダを取ります。だっちゃん、サラダいきます。いきます。レタスがないです。いいや、キャベツでいい。キャベツ。と、ブロッコリー。で、オニオン。あとね、オクラとベビーコーンも行こうかな。盛りだくさん。また来たらいいしね。これなんやろ、漬物かな。浅漬け、柚子漬けやって、美味しそう。ちょっとね、ついでやから横っちょいの人こう、はい、ここお寿司もあるからね、ちょっと楽しみないよ。ドレッシングと、何ドレッシングやろこれ。ドレッシングって書いてあるけど、サウザン和風オリーブオイル、オリーブオイルだしましょう。はい、サラダ完成。で、ちょっとね、ソフトクリームとかもあるね。とりあえずサラダを気に変えろう。もうなんかデザートに目が行ってしまってるあっちゃんです。あ、はいはい、なんかね、なんかいっぱい、あ、タンがある。へえ、あ、タン、あタン、イカと、あちゃんはじゃあね、お寿司をもらおう。お寿司、こう、どこにお寿司入れたらいいんだろう。こっちはカレースタミナスープ、コーンスープ。お、あ、クレープも作れるんや。あ、クレープは土日メニューやって、平日はないらしい。アップルポーク、いやいや、何がいいかな。期間限定すき焼きしょ、薄いよね。これと、すきしょぶ、うん、タレがいっぱい種類ある。レモンとかポン酢とか。また後で取りに来よう。これは何だろう。大根おろし、ニンニク、辛いのケチャップかな。これなんやろ、わからない。蓋がちゃんとできない。タレも違うのありますよ。タレもね、うまいの。そんな感じで、タレどれがいいやろ。これ他も とりあえずタレ選ばないと。タレどのタレがいいか。これに入れるんですか。これかな。これ何しよう。辛口味噌だれ。どれがタレやねんやろ。なんかこれがなんかごまし、あ、塩だれっぽいんだけど。辛口は普通のタレないの。何て、これかな、味噌だれかな、普通のは。味噌だれ、よく分からへん。あっちゃん的には塩でいくから、
よし、ここを見て味噌だれ、これ塩だれにしよう。ちょっとしかない。あれ、こんだけ。はい、タレを入れます。あ、レモンのところにあの。いや、これとレモン汁。うん。こうテーブルにタレがあるらしいの。あとはね、人がいっぱい、お寿司コーナーの人がいっぱいになった。お皿わさび、わさびはね、ガリ、ガリ、あれ、シーチキンがどっか行っちゃったな。あ、帰ってきた。納豆、あ、こけた。納豆、ゲミちゃん押したら水しか出ない。いや、なんでやねん。ネタ入ってないのかな。いいか、こんだけ、とりあえずこんだけいきましょう。お寿司大好きあっちゃんは。あとドリンクね、また取りに行きます。太陽のマテ茶が、へえ。やっぱりドクターペッパーか。じゃあ、こんな感じで。ドリンク。はい、いっぱい取ってきました。はい、ということでね、テーブルいっぱいになってみんなで食べていきたいと思います。タレ、あ、タレ皿がこれやね。で、あ、それがタレやね。あ、それが普通のタレ？はい、これ普通のタレだと思います。これが普通のタレで、で、あと他の向こうにいろんなタレがあって入れるみたい。めっちゃ久しぶり。子供ちっちゃい時にね、時々あの連れてきたことがあって、もうちょい方がいいかな。館内の音でね。消えちゃうんで、この辺方がいいな。はい、ということで、久々のスタミナ太郎なんで、楽しくいきたいと思います。では、いただきます。これ、これ普通のタレ。ラーメンいる？ラーメンいる？ラーメン。ラーメンやってる。ラーメン。ラーメンもあんねや。次は結局、誰か向こうにもある。ラーメンもらった。熱そう。ではいただきます。さっきいろいろ焼いていいかな。そうやね。タンを焼こう。好きなのから焼いてください。あ、はいはい。どがってでわかるか。塩、どっこしよう。あ、お寿司の醤油。タンに最中回
こうちゃんやってる。パンに塩と胡椒を。こあれ胡椒がないの。あ、胡椒ない。胡椒がない。胡椒がなかった。すいません。これあっちゃんの、ね。これ適度に取ったやつが全然全然ない。胡椒苦手。あ、胡椒苦手、うん、じゃあ半分だけいこうか。あとでかけようか。焼いてかいこうか。じゃあ、胡椒苦手やね。辛いのが苦手。あ、そうなんや。コリアンタオルはいいけど、食べれてるかもしれない。はいはい。まあ、なんかのチーズドッグとか甘いのあるし、結構、タピオカドリンクとか、あと何やったっけな、なんかパフェみたいなのもあんねって、結構甘い系も多いみたい。いや、次はもう一回行きたいって言ってて。 あ、キムチ好きやね。やっと願い叶ったって、あっちゃんのおかげって。あっちゃんも行ったことなかった。あっちゃんもないねって。初めて。ストロー取ってこよう。お寿司醤油。あ、すみません、ありがとう。お寿司好きですか？お寿司大好き。お寿司入れる？醤油。え？あ、使わへんねや。じゃあ、いただきます。まず、サラダから。あ、おいしい感じですね。美味しいですか？美味しい。オリーブオイルの。じゃあキムチあったし。これいらっしゃる。美味しい。こっちもあるし。何でもあるね。中いっぱい食べてください。何だ。子供が小さい時連れてきて、それ気に来てなかった。ここ結構安くていっぱい食べれるからいい。昨日ちょうど見とった配信者さんがスタミナ太郎で食べとって。なんか一人で食べて、一人焼き肉してみたとか言って。もうなんかできたって言った。ああ。お皿は決まった。あ、これ、これタレ。これ。あ、じゃあもらおう。どっかさ、ちょっともらおう。そう、こうか。あ、そこへ。でも韓国か中国かしないけど、あ、並んで。いただきます。美味しいです。タレ辛くないですか？タレ大丈夫。ちょっとほんのり甘いめのタレで、うん、辛口あったもんね。うん、そうか、味噌だれ。これアップがやたら動くね。こんなアップってまた動くんだもんね。動くあ、ここにブラックペッパー入れとこう。
ひっつくの。私にしたことないね。ああ、そう。低いガレージがあったらできるね、うん、ガレージとか、あとまあ瓦とか、うん、結構なら吉野の川でバーベキューする人が聞いて、バーベキューしようや、春なったら、うん、バーベキューいいかもね。バーベキューおっかいとかいいんじゃない、いいかも、うん、あっちゃんの家の近くやったらどの辺になる？うちの近くやったね。あっちゃんのガレージ。うちもガレージ。いや、いいけど。何人くらい入れますか？結構30人くらい。あの、コンロがないねんけど、コンロさえあったら何人でもいけるけど。うち工場にもしかしたらドラム缶半割りのがあるから、これ使ったらかなり何人でいけるけど。でも奈良っていろんなとこバーベキューコンロ貸し出ししてくれてて、でそこ行ったらお肉持ち込みでもできるから片付けやんでいいし。奈良に山村だってあるんですか？奈良はない。聞いたことない。奈良にないんだ。あの子なんかバーベキューコンロ無料貸してとかやってるの、あれは京都で。京都と滋賀にしかないんだ。でもね、安いお肉屋さんないけど、別に借りて持ってたいけど。ばかり焼いてもらってもらって、私な焼肉奉行みたいになってる、焼肉奉行みたいになってる、それ奉行選ぶってな、ちょっと焼肉におるさい人に、うちの近くなの、大田の温泉、あそこバーベキューやれんね、であそこお肉もあの全部準備してくれるコースもあるし、いろいろあって結構来てるみたいで、あと灰原に子どもの森公園であるんだけど、あそこバーベキューの台貸してくれて、あと全部持ち込み、そうなんだ、うん、あそこも結構楽やし、ただ駅から遠いね、結構どこ行くのも遅くて、電車で行こうって、中途半端にこう移動するからお酒飲まれへんし、そうやな、お酒好きですか？結構好き、 あんまり飲まへんねんけど、ちょっとでいいねんけど好きなんかビールが今も注文してくださいビールが飲めるようになったのが嬉しいずっと飲めへんと思ってたから、ビールいっぱい飲みますか、もうすぐ眠くなるから夜しか飲まへんね、そうそうそう、一回引くらい、一回引くらい、この間のチーズフォンデュ美味しかったですか？美味しかった、また子供やって言われて、いつもフォンデュやったらあのガスコンロでやるからそこが焦げて固まるの、綺麗にいつまでもやっこいからめっちゃいいとか言って、よかったまたやろうって子供にとって使いやすかった、結構使いやすかった、よかった、あれだよ、うん、ただいたぶんまだまだあのあると思うから、多分なんか一生使えるんちゃうかいぐらいあったほんまに減ってないねん、この前やってまだの1個目が、あ、そうなんや、何回も使える、あれまだあと 2,3 回使えそうな感じ、そうなんや、うん、使い捨てやつは言ってたね、うんうん、固形燃料みたいに火付けたら終わるんじゃなく、うん、ろうそくみたいな感じ、あ、置いとけるタイプ、うん、考えてチーズフォンデュ以外にも何か使えそうやね、そうチョコとか溶かしても、うん、チョコフォンデュとかもいけるし、一応箱にはチーズフォンデュって書いてあるけどあ、でも考えたら
マシュマロとかして、マシュマロとミルクとかして、マシュマロフォンデュしてもいいかな。あ、これお寿司とお肉食べればいいわ。お寿司が食べられるのいいな。お寿司好きやから。ハンバーグいいんじゃない？お寿司だと何が好きですか？お寿司何が？あの鳥以外とか海景が好きやねんけど。ああ、ありがとう。でそこに行ったら。まあね。サラダももらってる。なかなか自分で作ったオクラとか食べへんから。あったら食べたくなる。だから回転寿司やっぱりスシローが美味しいんだけど、でもたスシローが遠いしめっちゃ混むねん。めったにいかへんだけど、スシローがやっぱお肉いいかなと思うんだけど。この辺やったらどこになるんですか？スシロー葉っぱ寿司とか葉っぱ浜？はま寿司安いですよね、平日。安いよ、はい、平日90円やから。ちょっとなんかフリーダの声ってなんか話題になって。あ、そうそう、フリーダの声やってて熱いな。こっちに持ってきてくれ。家帰ってから研修が大変。でも明日からお弁当ないから、うん、明日がテストやからお弁当なしやね。そうなの、お弁当がなくなるのよ、うん、ちょっと寂しくなる。多分今日が最後やと思うんだけど、もうテスト終わったら多分お弁当ないと思う。かテスト終わって1、もしかしたらテスト返しの日1日あるかなぐらい。うん、あの光は給食がまだギリギリまで給食あるから。給食か。そうそう、中学校は給食やから。下の方の冷めたのかで行こう。
熱いの苦手。熱いの苦手。結構猫舌。ハンバーグめっちゃ熱い。そう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 。ちょっと待ってこよ。サラダに、サラダにたこ焼きとかのしてきて、スペシャルサラダや、スペシャルサラダ作ってきて、たこ焼き美味しかったね。美味しかった。暑いかな、大丈夫か、暑くなかった。あ、ほんまや、たこ焼きに冷たいから、もうちょっと温かくてもいいから、うん、ダメもたこ焼き特別こんな時あんねん。あれ冷めてるみたいな。やめた。自分が思った一瞬量が多かったから甘いのにして。自分で入れるわけじゃない。いや、1個しか決まってない形は。じゃあ多かった。1個食べる自信がなかった。パフェ？パフェ。何が入ってるんですか？プリンと、そこがソフトで、プリンで、チョコミントと、もう一回ソフトと、もう一度で、あのパイナップル、チョコスプレー、その、そこにあったの。ケーキ、うん、また後で行こうか。美味しい。美味しい。バニラ結構好きやから。うん。飾りやけど、ちょっとだけ撮ろうかなと思って、ね、音源引っかかるから、音源使わんと。ボカロは引っかからへんの？なんかボカロ微妙やな。確か引っかからへんからか。いやいや、前あったの新聞だから見た。めっちゃ僕最初の方に、めっちゃ一番最初見たかったよ。チャンネル登録よろしくお願いします。
よ。とコーヒー、コーヒーに、あの熱いからソフトクリーム入れてきて。分からへん、多分美味しいと思う。いい感じ、飲みやすい。そうそう、暑いのすぐ飲まれへんから。モンブラン、うん、ロード的な感じで、あの、あんな感じ。これリアルゴールドとあれジンジャーエールと半々にしてきて。なんかおすすめとかって書いてあったよね、うん、何と何の方が合うねん。そうそう、もう閉める。はい。ということで今日の、12月2日あっちゃんのお昼ご飯、アスカちゃんとアスカちゃんの家族さんと一緒にスタミナ太郎でお昼ご飯いただきました。美味しかったです。めっちゃお腹いっぱい。楽しかった。ではまたね。はい、今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら高評価を応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。 バイバイ。